はい、10月11月日日火曜日だ、ね、まあ次回提案の仕方ねまあ次回提案っていうのはいいよねスタイリング時に次回提案で期待させる会計時に次回来店目安を指示するで、まあ、予約を取ろうということでしょ次回のねうまくいかないよカールアイロンを使って仕上げて次回はこんな感じでパーマかけるとイメージが変わって素敵ですやってん歯が浮くようなこと言える言えねえよ。 まあ、パーマー提案するのはいいけどね失敗したら怖いからねあのー、カールアイロンを使ってそういう風なパーマってかからないからね有料5人になっちゃうよねだけどやっぱり提案するっていうのはあのー、いいよねで今日かけろっつったってね心の準備ができてないからお客様ってパーマーかけないからねあのカットの変更ってのもないよねあのワンレングスのまんま着てね毛先すくのつかないのとかねつかない人にねいきなり言っても心の準備できてないから あの考えたくないから結局好かないでいいってことになるけど次回来た時すいたりするからねそういう時はねちょっと早めにカットくるよねうちなんかの場合だったらねうちはもうでたらめ予約のお店だからねだけど今提案するっつってもなんか全てのことができてしまってるっていうので昔はねあの宿毛矯正とかほらそういうのをみんなかけたことない人 そういうのが癖毛のまんま悩んで普通にカットしに来てたりしたから「しくも虚勢」っていうのをかけると結構落ち着くよってこう言うと次回書きに来たりね。今のご時世さ 過去に宿毛矯正かけたりパーマかけたり、まあ、何かやって失敗してる人ってのも結構多いんだよね宿毛矯正かけたらぺったりしちゃったとかねあまり効かなかったすぐ取れちゃったパーマもねぐちゃぐちゃになっちゃったかかりすぎたゆるかったかけたけど、まあ、結局手入れが大変になっちゃったとか言ってね。 カットに関しても今技術的なもの毛量調整とか毛先すくとかレイヤー入れるとかシャギー入れるとかあのもみれ毛だの前髪カットだの薄くするだのもう全てこうできてる状態もう完成形に近いよね日本人のヘアカットに関しては今日本のカット技術は日本人の髪の毛切るにあたって完成形に近づいてる気がするんだよねそううするともう 提案するものがないっていうのよほど下手くそかとさじにいいり提案するものがないよねたまに来るけど <laughs> まあそのへなんかわけわかんない下手くそって個人的に言っちゃ申し訳ないけど、まあ、そういうト毛先しかつかないだけどそういうトっていうのはヘアクリームかなんかでオイルかなんかでヘアクリームつけないよね今高級ヘアオイルだよねそういうのつけてボリュームで、ね、ペタッと押さえてね毛先をカールさせるっつうの まあ、そういう手入れする人にはそういうカットでもいいけど何もしないでねさらさらっと皮洗って乾かして出かけるような方だとね根元が毛が多くてもっさり浮いてねほんで毛先がプランプランなんか落ち着かない頭になっちゃうというのまあ、それは適材適所使い方間違えたカットであってまあ失敗カットじゃないんだよねその人に対しては失敗カットかもしれないけど正解カットじゃなかった程度でねでも他人に対しては正解カットになるからねまあこれ美容室難しいねはいお疲れ様でした。